クリスタルの攻防、終わりなき戦い。ビッグブリッジ攻防戦でミリテス・コンコルディアが受けた傷は、戦力という人的なものだけにとどまらず、兵士たちの精神面にも及んだ。両国の兵士たちは召喚獣を恐れるようになり、もともと対個人の戦力差が大きかったスザクは、数でかなわぬはずのミリテス・コンコルディア連合を圧倒し始めた。スザク八席議会はこの状況を機と捉え、両国に対し本格的な首都侵攻を始める旨を達した。アテンション、直接会うのは初めての方も多いですね。私は陰性局局長ミオツク、体調不在のクラスゼロへ通達に来ました。新たな体調の選定も考えましたが、あなたたちの特殊性を鑑みてこのままとすることにします。現在のミッションは2つ、コンコルディア首都攻略とミリテス首都攻略。まずはコンコルディアにて総流を落としてもらいます。ではモーグリ、あとは頼みましたよ。クリスタルの加護あれ。結局どういうことだ？端的には何も変わらないということだな。ミッション前のブリーフィングはどうするのかな？僕がする、クポ。そうだね、ブリーフィングがないと困るよね。だから僕がする、クポ。まあ現地にいる武官たちに聞いてもいいかもね。僕が作戦命令は変わりなく降りてくるから、コムに気をつけてればいいんじゃない？クポー。冗談だよ、落ち込むな。そうですよ、ミッションの指揮もお願いしますね。キングとデュースは優しい、クポー。なんだ？なんだい？
どうしました？大丈夫ですか？あ、うん。マキナのこと心配しすぎてご飯食べてないんじゃないの？え？いや、そんなことないけど。でもマキナちょっと変わったよね。そう？やっぱりよく見てる人は違うね。そんなんじゃないって。マキナ白虎から戻って以来なんか雰囲気変わらない？ん？何の話？あ、ううん、何でも。あんまりレムに心配かけるなって話さ。気軽に触るのはよしてくれ。マキナ？てめえ。ストップ。我々が争ってもいいことはありません。それとレムを守るのは俺だ。あんたたちの助けはいらない。はあ？ケイト。勝手にしな。マキナ。大丈夫、レムは俺が守るから。スザクだってオリエンスだって俺が自分の手で守る。もう二度と失うつもりはない。ほっといてくれ。クイーンのやつに言われてきたけど、知らないやつの墓参りって言われてもね。でも一応あたしらの隊長だったらしいし。悲しいってより虚しいよな。お前記録を見たけどさ、この人あんまりいい人じゃなかったみたい。暗殺事件の時とかもあたしらが疑われてるのに何もしてくれなかったっぽいし。そういや、白虎から逃げてきた時も俺らだけだったもんね。どんな隊長さんだったか知らないけど、やっぱり私らが頼れるのはマザーだけなのかもね。
じゃあ行こっか。ああ、ナイン、どうしたの？いや、なんか俺すげえ大事なこと忘れてる気がする。俺本当はこんな風にしてちゃいけねえよ。どういうこと？いや、わかんねえ。気にしてもしょうがないよ。行こう。ああ、何か用か？何？Thank you.
通達。なんだ、なになに。はあ、どうしたのですか。いや、どうしたもこうしたも。今日から俺もクラスゼロを正式にサポートすることになったんで、よろしく。見て見て、この赤いマント。はあ、な、何その反応。上からの命令なんだって。それも諜報部から。いやさ、向こうからクラスゼロの中に入って内定しろって言われてさ。内定だって。そんなというか、そんなことを私たちに話してよいのですか。相手に話した時点で内定じゃないじゃん。あ、いや、命令だから内定するけどさ、俺とお前たちの仲じゃんか。隠し事なんてね。あ、いや、内定が決まった時に心配になって立候補したわけじゃないからな。本当だからな。いや、まあそんな感じだからさ、用があったら頼ってもらっていいからな。じゃあね、今後ともよろしく。やれやれ。やれやれ。どうしました？無理はしないように。